こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。コンビニから商品を発送しますが、発送する前に発送先の住所を確認するにはどうすればよいですか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、こちらの質問がありましたら、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、まずですね、これはですね、商品出品する前なんですけど、まあ、出品するときに、必ずね、発送方法をその他にしてください。はい。で、こうしないとですね、相手の住所がですね、わからないんですよ。名前、住所がね、わからないので、まあ、絶対ね、その他にしてください。はい。で、これはですね、楽までも一緒ですね。そうしますとですね、相手の住所がわからないので、ぜひね、気をつけていただければいいと思います。はい。悠々メルカリ便で、楽々メルカリ便に設定してしまいますと、結局ですね、相手の匿名になってしまうので、変更ができないんですよ。はい。なので、仮にね、相手が住所届かなかったりとかね、再発送してくれってなった時に、また相手にね、住所が必要になってしまうので、ぜひね、まあ、その他と設定して、まあ、商品をね、出品していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックリンがスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。